仮面ライダーバトライドウォー。はい、皆様こんにちは、リヒトドゥンケルハイトでございます。仮面ライダーバトライドウォー初見実況プレイ続きをやっていきたいと思います。はい、前回ファイズが登場しまして、今回はこちら、俺の夢？人間を捨てたホース・オルフェノクは軍勢を従えて人間の夢を守ろうとするファイズの前に立ちはだかる。ホース・オルフェノクの元へ向かい撃破せよ。このミッションはファイズでプレイしますということでやっていきましょう。ファイズの記憶、近いな、距離近いな。オルフェノクに滅びの時が迫っていた。なんでホース・オルフェノク、騎馬遊士はライオトルーパー軍団を従え、人間を捨てたってことは最初は人間だったと。乾たくみの前に立つ。人間を捨てオルフェノクとして生きることを選んだ騎馬。オルフェノクでありながら人間を守ることを選んだ匠。夢と理想を追い続けた2人の最後の戦いが始まる。はいはい、なんかこの立ち姿がおもろいな。今日はフィギュアが安いぜ。してますから多分当然俺のは買うよな。買えるんですけど、どうしよっかなー。ああ、なんか全部買えるわけじゃなかった。あー、これいいな。耐えるダメで体力大回復だって、これ欲しいな。これがあったらな、下手なことでは死なないと思うんですよね。まあいいや、まあいいや。じゃあこれつけておきましょう。これつけてスパークルカット。ファイズエッジから放ったエネルギー波、敵を高速追加入力することで突進切り、グランインパクト、ファイズショットをつけて突進、パンチを叩き込む、ためが必要、必要でもないか。クリムゾンスマッシュ、その場で上昇し前方にポインターを発射。うん、ブラスターフォーム、これがまあ超飛でしょうね。あれ、これブラスターフォームがあれなのかな。いや、うん、時間止めるじゃなくて速くなるやつ。超強化クリムゾンスマッシュ。うん、名前かっこ悪くないか、超強化ってつけただけかいみたいな。まあやっていきましょう。はい、レッツゴー。俺には夢はない、はい、でも守ることはできる。さっき聞いた。本当の敵はオルフェノクじゃない人間だ。なぜそれがわからないんだ。違う、俺は人間として人間を守る。ファイズ、どこに行けばいいの、どこに行けばいいの。お、なかなかかっこいいな。するなら誰であろうと俺は倒す。なかなかいいデザインだこれは。お、左か。うぇー、先制攻撃食らいました。お、待てライダーグライドしてた。結構強いぞこの野郎。突進切りがわからん。追加入力うまくできない。おお、きつい。いきなりきつい。早速行こう。あれ違うな、当たってなーい。当たってないよー。与えるダメージで回復するんだったらもうちょっとなんとかならんか。おお、そりゃー、とりあえず半分まで減らせば逃げてくれるかの、この流れだと、いつもの流れだと。あれ、半分超えたぞ。とりあえず倒すのか。これがわからない。かっこいいな。なかなか君もなんかヒーローっぽい喋り方するね。痛い。グラグラしてんじゃねえよ。ちゃんと戦え、この野郎。これがわからない。当たらん。これかな、わからないけどな。高速はできんだけど、その追加入力がわからん。このままじゃ、まあ、結構どの技も出は早いから嬉しいけど。なあ、なかなか硬いんだけど、なかなか終わらないんだけど。ほい、あ、終わった。え、やられてるのこっちかい。結構やられてた。これがお前の答えか。君と話すことは何もない。なんだかかっこいいな。人間であろうとする君とはね。ちょっと回復したいんだけど。そんな、あ、
一応あれ遠距離なんだ。だって今これほら、あすぐ止まるけど、めっちゃ行く。あ、それはあれだな、クライマックスヒーローズのときと一緒だな。とりあえず走っていこう。メモリーポットかな、メモリーポットですね。こいつが敵発生の根源ね。ほい、はい。でもやっぱ敵攻撃するだけなのかな。こう貫通しないから敵が邪魔するよね。追加入力のあれがわからんな。逃げろ。そしてなんか難易度、ここまで来ると難易度が上がってるからかなかなか減らないんだよな、レベル1のキャラクターで挑むと。おい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 、痛い、おいおい、兵隊さんこの野郎、時間かかるな、しょうがない、バイク乗るほどの距離ではないな。あったあった、これ殴っといていい。あー回復かい。あー君もキックじゃない、キックはあれかな、さっきの商品の時だけかな。ちょっと銃を持ってる兵隊さんが面倒だな。逃げろ。おいヘイタソーリア、大丈夫、攻撃してもらえ、ソーリア、オッケー。次ちょっと乗ろうか、乗るのはこっち、普通です、普通のバイクです、当たり前だけど、シンプルなバイクだっていう。なんで最近ずっと、あ、通過しちゃう、通過しちゃうのか。全押しすると、あ、全押しするとそこで終わる、最後の蹴りで終わってしまう。おい、はいはい、攻撃してくれ、逃げろ逃げろ、さっと痛い痛い、とりあえずこの殴りで、この殴りの方が当たる。高速技はメモリーポットは透かしてしまう。あいや、はい、下の方にしか当たり判定がないよ。そしてあっちだ、走れー走れー走れ走れ、よし、ほい、はいはい、めっちゃ囲んでるんだけど、メモリーポット気持ち悪いんだけど、怖い、よし、どうすか、ガード、ほい、周りにいるのがちょっと気になるんだけど、ヘイ、まだまだある、まだある、多いな、乗ろう。地雷だ、何地雷だよね、当たると痛いわよ、そらそうだろう、降りろ、この辺り、当たると痛いわよって、痛いわよどころじゃねえだろう、痛いどころの騒ぎじゃないだろう、まあライダーだから痛いところの騒ぎで済むんだろうけど。あーいや、だだだだ、見えてない見えてない、全然見えてない、カメラさんよ、カメラさんちゃんと撮ってください、違うだろ、なんでなんで出てガード、よし、技の出が早いガードですね、よし、オッケー、特に隙もないですし、次がラスト、どこ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 、あった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 、こっち側から行くか、よいしょ、こっち側から行ってバイクに乗らなくてもいいか、一応乗るか、一応乗って無駄にジャンプをして降りる。はい、すいません、ちょっとやってみたかった、めっちゃ撃たれた、めっちゃ撃たれたよ、逆向きの方、あーガードス乗せた、今日気になるから殴っときたい、ロックオンしてたから殴れねえわ、何もせずにただ傍観してるだけなんだけど、ライオトルーパー画面外から やらないでほしいな。おお、でどこに行けばいいの、あそこ空いてなかったから、そこから、うわ、多分その辺だろうと思ったわ、はいはいはい、現れましたね、地図を見て、オッケー、ここからのドリフト近い、君はどうせ死ぬ、こうなったらせめて俺の手で倒してやる、ああ、お前が人間を捨てた時からいつかこうなることは分かっていた、かっこいいな、君はなぜ人間にこだわる、オルフェノクとして生き、王の力を受け入れれば死の道から救われるのに、何王の力って、
君は死ぬのが怖くないのか。怖いさ。だから一生懸命生きてんだよ。人間を守るために。いいね。守る価値のないものを守っても仕方ない。どうでもいいけど、決着をつけよう。じゃあ何このアングル超かっこ悪かった。今超かっこ悪かったんだけど。さあ今度は長期当ててほしいな。ちょっと待って。あー回復しちゃった。もったいねー、もったいないな。なんかちょっと放送ルフィノクさん、放送ルフィノクっていう名前の人あれなんだけど、この人はこの人まだ一人いいのかな。この人は本編でもラスボスなのかな。なんか喋る内容的にはこうラスボスっぽいんだけど。いけ、今度こそ当ててよ。レディあ、ちょうど当たってる。手こずらせやがって。あ、完全さっきは完全に疲れてましたよね。オッケー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 、畳みかけろ。あー、なんでだよ、なんでそうなるんだよ。まだだ。いや、さっきなってたんだけど。まだだ、まだ終わらんやつか。それ違うけど。あ、これ強制だ、強制だ。このこれ解けないパターンだ。戦うことしか残されていないんだ。こう本当に本当に理性だね。とってもいい声するよ。主人公ボイスしてるよ。いけるいける。この技は。そんな。あ、ごめん、全然見えてなかった。あんまり決まらなかったね。ごめんね。ここでちゃんと決めて、ここでかっこよく決めてくれ。あ、いいね。音楽じゃね、 SE いいよね。なんで無理やり。いいね。オールフェノックスさんなかなか好きだよ。なぜとどめを刺さない。言ったはずだ、俺は人間を守るってな。ああ、まだこの人人間だったから、人間としてのあれは残ってるからですか。はい、スパークルカットの追加入力が可能になった。あ、なってなかったんだ。だからできなかったんだ。なるほど。はい、さっきまあロード画面って私切ってるんですけど、ロード画面の間ってこうなんかアドバイスというかそういうのが結構流れるんですよね。それでバイク乗ってる時に現れるあの黄色の輪の説明がようやく出てきた。あれ、ショップポイントゲットできるらしいです。今さらそんなゲットできてるように見えなかったけどな。そうだったんだ。はい、ってな感じで次はクーガですか。おようやくここで平成1個目が出てくるのか。遅くねえか。まあいいですわ。はい、それでは今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。